風とか雨で戸が鳴っただけじゃ。だけど尾花、普段はそういう自然現象じゃ反応しないんですよね。ケイお姉さんが来た時なんかは真っ先にすっ飛んでいきましたけど。つまり尾花ちゃんが興味を示したということは、お客さんかなのようですね。それじゃちょっと出てくるね。ですけどお姉さん、こんなところに来る人なんてきっとまともじゃない人ですよ。私は？ケイお姉さんは家主ですから。さて、とりあえずどうしましょうか。イルスを使ってやり過ごすって手もあるんですけど。何にしてもとりあえず出てくるよ。こんな雨の中を待たせるのも悪いし。よし。ではお姉さん、これを。女子供の力でも思いっきりやれば一発です。幸い広さは十分ですから、的が細くなる縦振りよりも横から振るのをおすすめします。技術が追いつくなら側頭部狙いで。できればもっと痛くなさそうなのがあるといいんだけど。鳥持ち爆弾とか。そんなのダメです、ケイお姉さん。そんな甘っちょろいこと言ってたら今の世の中生き残れませんよ。何かあってからじゃ遅すぎるんです。取り返しはつかないんですから。それには私も同意するよ。はい、返すね。ケイお姉さん、何かあったら大きい悲鳴あげるから、その時になったら持ってきてよ。と、いけないいけない、急がなきゃ。もしもーし、留守ですか？そろ山から降りようかって時になっていきなり雨にたたられてね。それは災難でしたね。ってあれ？どうしたんだいケイ、そんな狐につままれたような顔してさ。いや、狐はもう十分なんだけどね。は？あんた相変わらず突拍子もないこと口走るんだね。けど、なんで朔也さんがこんなところに？こんなところとはお言葉だね。ここは恵美子さんの家だろ？朔也さんっておばあちゃんとも知り合いなんだっけ？そうさ。しかも恵美子さんとの付き合いの方が長いといえば長いよ。まあ言ってみれば私のおかげであんたが生まれてきたようなもんさ。月下表示？そんなところさね。それで恵美子さんの家があったのを思い出して軒下でも借りて雨宿ろうかと来てみたら、なんと明かりがついてるじゃないかい。近づいたら消えたんだけどさ。多分停電、わざとじゃないよ。ならいいけど、ずっと居留守を通されるんじゃないかって心配したよ。あと30秒遅かったら戸を蹴破ってでも勝手に入ってたね。あっ、朔也さん横暴、軒を借りに来たんじゃなかったの？そうだけど恵美子さんのゆかりで生きてるのはそうKだけだからね、今となっちゃ。あんたは居留守なんて使わないだろうし、あんたじゃなかったら叩き出しても問題のない不法侵入者ってわけだ。違うかい？私が出てよかったよ。でも私たちだって驚いたし、こんなところに来るなんて普通じゃない人だろうから、居留守を使う可能性もあったんだよ。てっけー、あんた今私たちって言わなかったかい？うん、朔也さんに言わせれば不法侵入者ってことになるんだけど、今は私が許可してるんだから喧嘩しないで仲良くしてよ。男かい？女かい？女の子と狐が1匹。なるほど。それが最初の狐はもう十分につながるわけだね。うん。ところでなんで朔也さんこそこんなところにいるの？仕事だよ、仕事。これこれ。今度のは日本に残された野生とかいうテーマで、被写体はコリの類にイノシカチョウとか。チョウチョもなの？一応ね。やつらは見場がいいからさ。でもなんでここなの？動物が出るって有名な場所がもっと他にもありそうなのに。有名どころは観光地化してたりするからだよ。餌付けされた連中なら私じゃなくても誰でも取れるよ。あ、そうか。それにこの辺なら多少の土地勘あるしね。なるほど。風邪ひくといけないから立ち話はやめにして、中に入ってちゃんと頭とか拭こう。じゃあありがたくお邪魔するけどさ。あ、うん？なんで濡れてないあんたがくしゃみをするんだい？なかなかこれは落ち着くね。そうだね。それにこれなら着付けとかできなくても一人で着れるしね。これって誰の浴衣だろう？おばあちゃんかな？それともお母さんのかな？旅館に泊まってるみたいだね。ここお姉さんの家ですよ。私ずっと手狭なアパート暮らしだから、こんな広いところに泊まったのって中学校の修学旅行以来だよ。今のとこのはまだだったっけ？うん、まだ。ところでつづらちゃんはそのままでいいの？だはは、ちょうどいいサイズがあればお借りしたかもしれませんけど。私と同じのだと無理か。つづらちゃんサイズのないのかな？それならケイトハックくっしょいこんちくしょう。大丈夫大丈夫、なんでもないよ。それならいいけど、さくやさん、今のくしゃみで気になることがあったんだけど。なんだい？今のくしゃみすごく変っていうか、どこかのおじさん見た。親父臭くて悪かったね。だけど落語や時代劇ばっかり見てるあんたに言われたくないよ。わあ、ひどい、すごい偏見。全国の時代劇ファンと落語ファンに謝るべきだよ、私を含む。はいはい、それは失礼しました。それよりあんたが子供の頃使ってたのがあるかもしれないって言いたかったんだよ。じゃあもう少し探せば見つかるかな？いえいえ、それには及びません。私はこれで十分ですので。そうなの？着物はともかく実家ではこういう服はあまり着られないので、着るなら今のうちですし。ならいいけど。つづらちゃん、こっちが浅間咲夜さん、私のお母さんの友達で怪しい人じゃないから安心してね。つづら？浅間？あれ？もしかして2人とも知り合いだったりしたとか？いや、大したことじゃないさ。私が昔世話になったところにもそういう名前の跡取りがいたような気がしてね。そうそう、こっちはあれですよ。浅間といえば忠臣蔵。忠臣蔵は浅野だよ。それもそうでした。さて、そんなことよりもだ。今日の夕食はどうするつもりなんだい？晩ご飯？町まで食べに行くにしても、私の車は離れたところに置いてあるから、雨が止まないことにはそこまでが面倒だしね。あ、食べ物なら一応。はいはい、いっぱいあるですよ。栄養調整食品ですから、バランスだけは完璧です。たくさんあるんで、お好きなだけどうぞ。甘いものならおまんじゅうがあるよ。私の地元のあれ、唐島のさくやさんも好きだったよね。はっ、さくやさん？さくやさん？発展途上の若い実をこんな食事で養ってこうって？もうちょっとマシなものをお食べ！